最近のプロ野球監督の若手使ってるから負けても許されるという風潮。その育成は2軍でやってくれるかな。立浪だけやろ。新庄2軍の帝王を量産してる。昔の方が CS ないからそうやったぞ。投手は2軍でやればよいけど打者は1軍の経験必要だよな。はてなはてな、2軍で活躍しただけじゃダメだから敗戦処理スタートで。阿部は本気でそれやるんかな。それで勝っちゃった中島。普通のチームなら紅林なんて速攻で2軍だからな。それで日本一になってるんだから誰も否定できんだろ。中日はそれで客たくさん入ったからな。それが許されるのは就任1年目だけよな。立浪さんは許されとるんやが。どうせ負けるなら若手見てしこりたい。補強できんならそうするしかない。おっさん使ってるとよそから死ぬほどお叱りを頂戴したり揶揄されるの意味わからん。育成遅れるのは都合ええやろ。おっさん使っても勝てないじゃん。優勝よりもメジャーリーガー育てた方がいいからな。